あ、おあさん、はい、あさんなお、はい、カメラマンのせんな、おわ、いけんさな、腰が痛かわけ、腰が痛ちょったな、うん、病院にいたな、病院いた、病院にいた、MRI 取ったなら、カゴマン病院にいたっけち、紹介状もらったとこへ、チャンネル登録頼むもんでな。わぜえな、強いついて、このアイラ病院に行ったんですけどね、まだようならみたいで。おはようございます。おはようございます。やっぱり強いがなかやっせんな、やっせん、僕がトロカイチも行ったでもなあ僕がトロカイチも行ったまったいな、もうあんまきゃ無理な時にはいかんでよ、うん、無理な時、無理なとこは無理やな、やっぱりな。まあ、立てや、立っと。人類にとっては、はい、人類にとっては小さな一歩でも、龍の人生劇場にとっては大きな一歩やな。はい。はい、一歩。じゃあ、不気味やとマスクかもせよ。いいですね。ああ、よかな、大自然の中でな。でででで、ドッパン野屋がちょ、ほら野屋が言った後にね、今言った後にほら、ほら野屋が、いや、脱輪じゃな、ほら、脱輪強いやろか素敵やないのかな安全やんと、おじさん安全を考えたら伝説の男リュウカメラマンが帰ってきました。久しぶりの撮影ですけれども、まあ、どっかこの辺の走ってもどっかな、うん、桜が見頃やって、おーおーおー、どっか桜あ床記事とかよ、はいはい、あっこまってほら、はい、この辺なんやけ、魔外物公園か、あー行ったほうかな、あ、中とこれ行ったもんみんな、いやはい、今座ってます、いくよ、あっあっあっ、うっしゃーうっしゃー、うっまた手直しておいで、ありがとうございます、手直しておいでよ、僕はルトの上はちょっとできないで、体幹でもちょっと危ないから、あ、そう、まあ、畑とか山だったらできるから、まあ、ご紹介いたしますね、はい、今日の競技はこれです、はい、
めらんかとかたらん先取ったんかじゃあ皆さん罰ゲームご期待ください。一丁は盗むんがこちらハウス。じゃあどんな子いな今年俺はな、あの売れない YouTuber の子じゃどもちろん売れない YouTuber やったらどもろもよこの辺まで行ってらっしゃいやろほら行ってきゅうじゃ入らんな、まあ、入らんなマジットばっかいビンタ入れんなビンタをんのこと入らんとんのこと入らんとならこれカチャッとはめてな宇宙飛行士の子じゃかっこいいよ宇宙飛行士みたいよしじゃあ行ってらっしゃいやなはいじゃあ行くよんのこと行ったと、うんのこと行ったよかなはい、よかな行きます しっかり突っ張っちゃらんなほらね地球のためにおわしたんどマジでマジで行っとんなこと行っと謝るならおー行った行った行ったこんなかはいちょっとまああの一回見たら簡単だなジョン思うはずだからあいぶだいたい、はい、こん中に入ってはいはいただこういう感じ楽勝でしょあそこでほらジャンプだから日本持って出しとったにいちちゅうバカおらんたんのかな。はいわけよそれが。よくろくれやね。よくろくれや。じゃあどうまあ2やで2位以上やね。うん、2から、3やで2位から5までの間しか答えはないわけよな。それを合わせ数字を当てるわけよ。早かね計算が。だから、まあこれで僕は先に4と言ったと。はい。日本持ってるかもなと予測して4と言ったとすればまあ龍さんがおい4ち言ったのを予測して4ちゅうことはこいつはまあ1本以上3本未満まあ当たり前やったのがゼロはないなっちゅうのが予測できるわけやからで自分の持ってるのと合わしてまあ仮に言うわけはいそんなとしたら4ちゅうたでそしたら3はい出すわけな。だから3でしょ。で勝ち。龍さんが当たったから勝ちなんですよね。勝ち。でまああのこれも地域のルールというか、まあ大概ね負けた方に勝った方が飲ますわけよ。そうすると憲法にならんから。はい、たまにはやろうかなと思って用意してきたからね。これがまあ寝言だったので行こうかな。勝負戦みろかあれげんだ。キアドゥア。じゃあどう？こう吹っとかせん。トカゲ。いや、ということは一気にこの楽器はおただ、多分おいが持って行ったたおいが持って行って、おいが持って行って学校でしょったでやなだいたい、あの、小学校の頃からあしょったで、休み時間にそうすると、なんかおばあすよまあ、もちろん、しょっちゅうは上手かったけどね、うんうんうん小学校の頃は負けたら牛乳の一気飲みじゃよし、まあ、おなやってみましょうかとりあえずやってみないのかなんで、はいはい、いや、レッツチャレンジやね。はい、レッツ勝負。